はい、じゃあ続いてアーさんです。関西学院大学志望です。12月初めに公募推薦があるのですが、11月の過去問演習は本命校を中心に解くべきか、滑り止め校、公募推薦の大学を解くべきか教えてほしいです。いやー、これ非常にバランスが難しい。なぜかというと、今の段階で公募推薦の大学の過去問で何点取れてるかによってめっちゃ変わるからやね。それはつまりは、まあ基本的にはよ、基本的には公募推薦の、そうやな、合格点が今取れている状態なのであれば、11月1週目に1台ぐらい解いて、2週目には解かずに3週目4週目で1台ずつぐらい解いて、まあ約1週間に1回とか2週間に1回ぐらいのペースで解きましょう、10日に1回ぐらいのペースで解きましょうみたいなものが回答になるんですけど、仮に合格点が出てない場合は毎週絶対解いてほしいんですよ。そういうちょっとした違いが出てくるんで微妙なんですけど、基本的には10日に1回ないしは1週間に1回のペースでは、今僕が言った合格点が出てる出てないで分けてほしいかなというふうに思います。で、漢学、じゃあ漢学の過去問ってやらないのかっていう話なんですけど、基本的に合格点が取れているのであれば2週間に1回だから11月で2回解くようなペースで入れてくれて全然問題ないです。ただ公募を何としてでも取りたくて合格点が全然まだ出てないな、出てないんだっていう状態なら、漢学ノータッチで行ってもいいぐらい、公募でそれをしっかり対策して取ることができれば、12月以降ね、公募が終わってから漢学だけにシフトできることを考えたメリットを考えると、そっちの方がいいかなっていうふうには思います。ただこの時期ね、勉強時間とかもちろんいろんな科目の完成度にもよるけど、全科目通じて取らんでも、例えば漢学の英語だけは週1回やっておくとか、漢学の英国だけは週1回やって、社会は全然まだ点数取れないから、まあ11月1回ぐらいとか、2回ぐらいにしとこうかなみたいな、科目別で頻度が変わっても叱るべきだというふうに思うので、そこは自分が今使っている英語長文の問題演習量とかを考えた時に、まあ最低で週5台ぐらいは英語長文演習してほしいので、国語だったら最低順調なら週3台、苦手なら週4台ずつ、現代文古文別で週4台4台とか3台3台ぐらいは演習してほしいので、まあ、それを加味しながら漢学も織り交ぜれるなら織り交ぜてほしいなというふうに思います。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナリズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、早慶、マーチ、カンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな ebook、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。